皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は残りのケーキ3つのデコレーションを撮っていきたいと思います。とデコレーション動画撮ったんですけど、デコってないものがあと3つあって、それを今回デコります。で、1人の方はこのケーキになんかマイメロちゃん風のデコをしてほしいということで、あのマイメロちゃんってどんな感じのデザインかなって思って、マイメロちゃん風ってなんだって思って、とりあえずまあピンクとかっていう感じにしようかなって思ったので、まあでも一応ケーキなのでそこまでマイメロちゃんという感じはないんですけど、まあマイメロちゃんだったらリボンとかちょっとパールとかお花とかかなって思って、マカロンもピンクかなっていう感じで、はい、まあやっていきたいと思います。残り2つのケーキはクリスマスケーキにするので、それも後でデコります。ではまずこちらからデコレーションしていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。ホイップがなくなったのでこっちのホイップを使います。まあ同じなんですけどね。したらイチゴを乗せます。うわ、マカロンのせます。そしたらどこら辺がいいか、まあこんな感じですかね。あとはまあリーフをどこに、はい、こんな感じかな。なんかマイメロちゃんっていうのが分かんなくて、マイメロちゃんってなんだって感じなんですけど、まあ、マイメロちゃんのデコが想像つかないんですけど、とりあえずまあこんな感じかなと思います。まあ可愛い感じのイメージだったのでね、バラとリボンしかちょっと、あとパールしか思いつかなかったんですけど、まあこんな感じでできました。そしたら奥のケーキをデコっていきます。ちなみにね、触るとねこんな感じです。あんまり思いっきり触れないんですけど、思いっきり触るとすごく柔らかいです。なんか画面で見ると硬そうとか言われるんですけど、とっても柔らかいです。購入してくださった方は分かりますね。はい、では残りもデコっていきたいと思います。
しようかな。マカロンも乗せます。乗せなくても可愛いんですけどね。どうしようかな。乗せなくてもなんかこれはこれでシンプルで可愛いかなって思うから、そうどうしようかな。こっちマカロン乗せてこっちマカロン乗せなくておこうかな。なんか意外と乗せなくても可愛いかも。ああ、なんかシンプルな感じのやつが好きな人もいるかもしれないので、1個ぐらいはまあそういう感じのも作ってみようかなと思います。これにやったら豪華っていうか、もうなんかあれになりそう、ごちゃごちゃになりそう。こんな感じかな。はい、できました。マカロンのせじゃないやつですね、これは。はい、じゃあ